うわー、いててててて。あ？あ？なにここ？あれ？おい、なんでこんなところに？え？待って待って待って。え？檻の中にいるじゃん。おちょ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 、一体どういうこ、え？起きろ起きろ、ケアだろ。ケアだろ、おい。お兄ちゃん。なんで私、こんな檻の中にいるの？いやいや、俺も思い出せなくてさ。何が起きてんの、俺らに。あんなことがあったのに忘れるなんてひどいじゃない。え、誰、私のこと忘れたの？ほら、あの果物屋さんで。果物屋さん、いやー、買い物楽しいね。次何買おっか。よいしょ。なんか俺お腹空いてきたからさ、なんかお菓子とか買いたいな。なんかどっかお菓子屋さんないっけ。お菓子屋さんか。すいません。お、びっくりした。ケナスーくんとケナ太郎くんですか？え、あー、そうですけど。え、めっちゃファンです。握手してください。え、ま、マジかよ。お兄ちゃん、俺たちも有名になったね。確かに。でも住んでる場所とか YouTube で全然行ってないのに、なんでわかったんだろう、この人。確かに、なんで。だって私、めっちゃ調べて調べに調べて、半年前からずーっと調べて、この前家を見つけて、家からここまでついてきて。え？え？ちょ、お兄ちゃん、待て。ちょっと、ファンかと思って喜んだけど、ちょっとやばい人かもしれない。なんか平和に終わらせて、帰ろう早く。そうだね。あ、じゃあ、ありがとう。これからも応援よろしくね。じゃあ、俺たち。よろしく。バイバーイ。よかったら、家ついて行ってもいいですか？いやいや、いいわけないじゃん。いや、応援してくれるのは嬉しいけどね。まあ、マナーは守ろう。そうそう、マナーは守ろうね。そっか、そうやって、私の愛を裏切るんだ。愛を裏切る？愛？もういいよ、バイバイ。え、ケアだろ？ちょ、えー、うわ、あの時の思い出した。俺たちのこと、果物屋さんの前で殴ってきた。あいつだよ。やっと思い出してくれた。これからはここで私とずっと一緒に暮らそうね。お願い、ちょっと家に帰らしてよ。そうだよ、俺見たいアニメあるんだよ。お願い。あ、アニメ見たいの？うん、いいよ、テレビあげる。はい。うおー、テレビ。おー、いいよ。やった、おお、ちょ、物に釣られるなって。たぶん、目覚ましてくれてありがとう。欲しいものがあったら、何でもあげるからね。じゃあ、ゲームと、あと、美味しいもの。ゲームと、はい、美味しいもの。おお、ちょ、ゲーム、おお、ゲームに壊れてる。おお、ちょ、ダメだろ、さすがに。それじゃあ、私は用事があるから、二人はここでおとなしくゲームしててね。あ、行っちゃった。行っちゃった。うん、どうしよう、お兄ちゃん。ここに住む？住むわけないだろ。帰らないと。なんで？明日も学校だし。でも快適だよ。まあ、それはそうかもだけど、あんなやつだし、何されるかわかんないよ、ここいたら。もしかしたら俺たちさ、殺されちゃうかもしれないよ。でる、怖いこと言うなんて。それはやだよ。お兄ちゃん、どうにかしてここ抜け出して逃げようぜ。そうだね、逃げよう。うん、どうやって逃げようか。そうだな、まずは下水道とか探しながらじゃない。ちょ待って、ケナタ誰と話してんの？え？あれ、今誰と話してた？あれ、さっきの子じゃん。やっほー。あ、用事はもう終わったの？遊びたいなって思って。いや、やだよ。俺たち今ちょっと、とあるね、脱出ゲームの話してて、ね、そう、ゲームのね。うん、だからちょっと忙しいからさ。え、じゃあ脱出ゲームしようよ。もしクリアでしたら、お家返してあげるよ。え、聞いたっけな、だろう。今お家帰れるってよ、クリアしたら。帰れるならやった、遊んでくれるの？うん、じゃあ出ておいで。出ていいの？よいしょ。やった、いいよ。逃げろ。
頑張れ。あ、すいません、僕は逃げないんで、僕は逃げないんで、よかった、逃げませんので、はい、はい、ルール説明ね。私たち姉妹から逃げながら、この屋敷に隠された4つの鍵を集めて、その鍵を玄関にはめたら扉が開くから、それで脱出してください。頑張って鍵を探してね。なるほど、4つの鍵だってお兄ちゃん。よし、じゃあ探しに行こっか。てか今、姉妹から逃げろって言ってたけど、姉妹？どういうこと？あ、そうだよ、私が妹のアン。お姉ちゃんのリリーはちょっと厳しいから気をつけてね。見つかったら殺されちゃうかも。殺される？それじゃあ、よーい、スタート。え、あ、始まった始まった、今まで行かないといかんと。じゃあ、私は数数えて待ってるね。あれか、よく考えたら服違うし、確かに声似てるから同じ人だと思ってたけど、やばい、早く今の子に優しいのは妹のアンちゃんってことか。あれがアンちゃん？うん、で、最初に俺らを殺した来たのがあれがリリーだよ。リリーちゃん、てかちょっと出てみようよ。確かに、出れるんじゃないの？いや、出れないわ、見て、なんか塞がれてる、ロックで。てか、すごい、なんだ、本当だ、なんだこの屋敷、でかっ。鍵穴4つあるし、ちゃんと4つの鍵をゲットしたら出れそうだね。でもそうだね、この鍵、1,2,3,4 個集めればいいのか。あー、でもどこ、これ昼の時間から探せば。ケイトロ、2人ともどうして外に出てるのかしら。あれ、お姉ちゃんのリリーちゃんだ。いいじゃん、ほう、リリーや、リリーや、やばい、捕まったら、ね、殺されるよ。私から逃げるの？いや、殺される、殺される、やばい方だ、さっきやばい方、逃げろ、とりあえず逃げよう。ここに、この上に逃げよう、逃げよう、ほら、オッケー、よいしょ、閉めんなよ、勝手に、よいしょ、大丈夫？これ二人とも出てきてくれないと手足ちぎっちゃうよ。なんか物騒なこと言ってる。お兄ちゃんが手にして。いや、そんなこと言うなよ。あ、でもいなくなったよ。今のうちに逃げるかも。いなくなった？うん、見えないよ。大丈夫、ケナ太郎。よし、じゃあ行こう。あー、なんか鍵っぽい場所。これは？なんか文字書いてあるよ。上まで登りけ、何これ。ちょ、入って、とりあえずケナ太郎、早く来るから。いわゆるミッションじゃないの。かくおい、何？閉めてた？おとり操作ってやつや。なんで、おい、ちょ、なんでおとり操作って、俺おとりにするなよ。お兄ちゃん、上まで登りきるってやっぱこれだよ。あ、なんかアスレチックみたいになってる、これのこと？うん、これじゃない？上まで登りきる。これ登れるんじゃない？いけそう？いや、これ無理だな。ここまでしかいけないな。あ、待って、わかった、これ、あ、いけた。座布団だからこれでいけるんだ。あ、そうなの？あ、ほんとだ。え、いけた？なんか、あ、わー、ちょ、滑る、なにこれ。これ石鹸だよ、石鹸。石鹸なんてあんの？うわー、座布団で乗って、早く行かないと、それめっちゃ、あー、これ時間が経ったら滑るの？時間が経ったら滑る、オッケー、勢いよく行ってん。ほ、そう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 、投げるな、ふざけんな。お前さっき俺をおとりに使っただろ。これなんだ、次これ、なんかとんがってる。で、こっからここに、あ、やべ、くそ。あ、石鹸地獄に落ちろー。くっそ。いけそう。よし、ここまで来たらもう完璧よ。ほう、あ、いけた。お兄ちゃん、玄関の鍵ゲットした。何？玄関の鍵ゲットした。あ、あった、あ、ほんとだ、チェストあるじゃん。取りに来て、ほら。パス。ナイス。あー、落ちてた。あ、ケイトロ、ケイトロ。待って、これ死んだらどうなるんだ。死んだら、それ檻の中、そうか、さっきケナ太郎生き返ってた時もそこだったね。助けに行かないと。助けに行って、お姉ちゃん、ケナ太郎見つけた。え、やばい、あれは、どちら、妹の方。ああ、ケナ太郎いた。ケナ太郎早いんだから。おとり捜査待って、ケナ太郎、声かけない。あいつ、俺をおとりにしやがって。やばい、なんかいいところに。はい、続けて。あんだよ、私。でもさ、これさ、冬鬼の方が楽しくない？俺もさ、鬼やるからさ、出してよ。一緒に鬼ちゃん捕まえようぜ。一緒に鬼してくれるの？うん。俺、じゃあ左行くから、あんちゃん右探してきなよ。うん、わかった。ありがとう。バイバーイ。なんか写真を撮れがある。ねえ、写真を撮れ。ほら、本当だ。あれ、巻いた。2回来て、2回。あった、写真を撮れ。おー、いたけなんだろう。なんかミッション書かれてなかった、この部屋入る前。え、書いたって、書
書いてあって、なんか写真を撮れって書いてあった。本当は写真を撮れって書いてある。ちょ、入って入って入って。二人の写真を撮れ、そういうことか。カメラあるやん。カメラある、カメラある。任せて、ケンタロ、俺がじゃあ写真撮るわ。二人の写真を撮ってここに貼るの。うん、俺がおとりになる。おとり操作。ちょ、場所決めよう。どこで撮る。場所決めて、俺が、お兄ちゃんこの、うん、ここにいた、ここにここにこうやって隠れてて、うん、で、俺がリリちゃんとアンちゃんとここでこうやって話すから、で、斜め後ろから正面パシャって撮る感じで。オッケーオッケーオッケー。隠れとか、ここリリちゃん、アンちゃん、おーい、ここだぞー、おーい、頑張れケンタロウ、おーい、やーくさいって来いよ、ここ。来て来て来て。なんかさ、ちょっとこっち来てよ。うん、どうしたの。いやいや、捕まえれなかったんだよね、探したんだけどさ。あ、ケンタロウくんだ。やばいやばいやばい。取れた、取る、命がけで取る。あ、ナイスナイス、ケータナイス。もう一回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 。ナイスナイスナイス。はい、早く早く早く。よし、取れた取れた取れた、絶対取れた今の。あぶね、あ、いたいたいた、あっちいたあっちいた。あ、よかったよかった、下ってた。ケータ大丈夫。捕まったね。お兄ちゃん、どこ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 。ケータ今、部屋部屋部屋。いや、俺の中だから助けに来てくれないと。とりあえず、無理だよ。あんちゃんの写真撮ったから貼るね。貼って、よし、オッケー。あー、いた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 、はい、どうもー。どこどこどこ、入ってる、こっちこっちこっち。遅いよ、早くしろ。よーし、あとリリーちゃんだけど、リリーちゃんどうする。やばいよ、リリーちゃんは。さすがにリリーちゃんは交代しよう。死なないかな。よし、とりあえずリリーちゃん探すか。あー、リリー、あー、かかってこいよ、リリー。お尻ペンペン。おい、そんなことしたお兄ちゃんが言ってました。お、俺のせいにするな。なんだかしら、なんだかしら。俺、ケアさんの方にいた。いつまで私のことを怒らせるのかしら。そんなこと言ってるの。わー、来てる来てる。なんでだしょ、リリーちゃん、リリーちゃん、後ろ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 。ちょちょこ、リリーちゃん、あ、やばいやばい。ちょ、ギリ、呼んだかしら、呼んだかしら。ちょ、ちょっと、あの、こっち向かって握手しない、握手、握手、いいわよ。ファンでしょ、ファン。なんか欲しいもんとかある。あ、そうだそうだ、50万人記念のグッズ今作ってるから、できたらすぐ渡すとか、無料で。じゃあ50万個用意しなさい。50万個、それは無理かな。ああ、私の、オーケー、私の愛がちょっと。よしよしよし、自分で買ってくれグッズ。もちろん買うわよ、そんなの。よしよしよし、逃げ切った時だった。逃げた逃げた。ナイスナイスナイス。よし、じゃあ写真待って。これならいいでしょ、めっちゃ綺麗に撮れたよ。はい、いや、それよりケンタ後ろ見て、ほんと撮れてる。やばいやばいやばい。はいケナ太郎くん、ケナスーくん、そろそろもういいかしら。檻に戻ってもらうわよ。どうやって出たのかしら。わ、逃げてるぞ、逃げてるぞ、ほら。あの子は後で足を踏むわ。ちょっと、うわー、なんでそんな素早いのかしら。よし、逃げ切った。写真、ハリゲットできた。写真貼ったけど、パスコードみたいなのあるんだけど。パスワード、あ、出てきた出てきた。パスワード、ケナスイの誕生日って左下に書いてある。おい、ケナスイの誕生日1104。あー、来た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 。え、お兄ちゃん、地下に降りてこれる。地下、下に降りてたらあった、もう一個3個目のステージっぽいのが。あ、これかな。おー、あった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 、生きて下まで落ちる。だって、あー、いるやん。そうそうそれ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 、これこれ3つ目のステージなんじゃない。おお、やばい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 、これ落ちたら死ぬじゃん。どうするこれ。どうにかして降りないといけないんだけどな。行けるかな、これ、あれでしょ。うん、降りるやつでしょ、ピューって。そうだ、ね、死なないように。ドロッパーだね。どっちか行く、じゃんけんで決める。最初はグー、じゃ、おい、ちょ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 、まだ、身が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 、え、なんかマグマ通り過ぎちゃった。え、いけた、いけた、いけた。マジかー、なにこれ、嘘だろ、奇跡起きたんだけど。で、玄関の鍵あった。お兄ちゃん、うん、これちょっといいこと考えた。なに、こっち上がってこれる、上がってこえるかな。あ、上がってこえた、上がってこえた。このまま二人に追いかけるのって結構大変じゃない。そうだね。なんか個人的にはどっちかでもうまく抑えられたらだいぶ楽になるかなって思うんだけど。一人削るってこと、ここで。そうで、ここに誘い込んで来たところをケナ太郎が持って落とす。あ、じゃあ俺ここにこうやって隠れてるから。
とりあえず追われてる感じが怖い。待って待って、いるこっちだよおーい、こっちだ。来たよケロスーくん、あれどこかしら。消えた、消えた。どれや、うわ、あー、落ちた。あー、勝手に、勝手に落ちた。あ、ケナタロウがやったね。ケナタロウがやったな、今。いや、お兄ちゃんも、いや、ケナタロウがやった、ケナタロウがやった。いや、でもお兄ちゃんも考えてたから一緒で共犯だよ、これ。これちょっと妹のあんちゃんには黙っとくか。ね、まあ、ね、そうだね。今回はね、記憶から、俺たちの記憶からも消そう、もう。あと1個でね、外出れるし、さっさと逃げよう。早く行かないと、俺たち殺せちゃうよ。うおー、ちょっと待って、ケナタロウ。あ、びっくりした。ねえ、お姉ちゃん見なかった？お姉ちゃん、いや、見てないけど、うん、ちょっとお姉ちゃんに聞きたいことあってさ。さっき2階で会ったな。いや、別にお兄ちゃんがここから突き落としたりとかしてないって。ちょちょ、バカ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 、してないよ。ここから突き落として下に落ちちゃったとかないよ、大丈夫。お姉ちゃん、見られたかも。お姉ちゃん、お姉ちゃんの死体が。そんな、え、許さない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 。殺す。うわぁ、なに、待って、許さない。やばい、なんだあれ、なにあの化け物。やば、見たことない。許さない。どうやって上に上がればいいの。許さない。どうやって行くんだ。妹ちゃんおかしくなったって。あれ、来てない。ちょっと隠れて、ここに隠れていた。残り1個だって、でも危険だろう。そうだ、残り1個、どこにあるんだ。とりあえず、上上がろう。あ、待って、お兄ちゃん、あったよ。おー、ちょ、いる。ケナタロウ、やばい。後ろ。こっち。後ろに。お兄ちゃん、任せよ。オッケー、この間にパズルを揃えるわ。これだよね。はい。パズルなんて俺らめっちゃできてるから簡単じゃん。できた、パズルできた、完成。できた。なにこれ、怖。あ、待って、後ろ開いてる。ん、ほんとだ。鍵。あ、鍵ある。玄関の鍵集め、よし。ナイス。どこいんの今あの化け物。殺されるから、え、多分どっかで巻いたから、どっかいると思う。めっちゃやばい。声がする、なんか声がする。ブンブン言ってる、ブンブン。うわ、来てる。鍵。1、2、3、4、ポチ。開いた、消えた、早く。よし、逃げない。こっち、逃げないと。ん、おいちゃん、待って。ここから出ない。あいつ、こっから出れないのかな。結界でも、あ、戻った。楽しかった。二人ともまた遊びに来てね。ちょっと待って。どういうこと？私は楽しかったからその返してあげるけど、お姉ちゃん落ちたら絶対止めに来ると思うから、帰った方がいいよ。じゃあね。あ？起きたらまた来るって？あれ、気絶してただけなのかお姉ちゃん。まあ、いいか。帰るか。一体何だったんだここは。バイバーイ。帰り道全然わかんないけど、綺麗に写真でも撮っとこうかなって。やばい、来ちゃった。二人とも絶対逃がさないんだからね。やばい、逃げろ、逃げろ、どこだよここ。逃げろ逃げろ